マルコの福音書14章32節からお読みします。97ページ一つ前の方は89ページ。マルコの福音書14章32節から、ゲッセマネというところに来てイエスは弟子たちに言われた。私が祈る間ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもたえ始められた。そして彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって地面に帰伏し、もしできることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたの出来にならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り抜けてください。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。それからイエスは戻ってきて彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。シモン、眠っているのか？1時間でも目を覚ましていることはできなかったのか？誘惑に落ちないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは再び離れていき、前と同じ言葉で祈られた。そしてまた戻ってきてご覧になると、彼らは眠っていた。ひどく眠気がさしていたのである。彼らはイエスにどう言ってよいかわからなかった。イエスは3度目に来て彼らに言われた。まだ眠って休んでいるんですか？もう十分です。時が来ました。見なさい、人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。今日はこのところから共に学んでいきたいと思います。天のお父様、御言葉を通して語ってください。イエス様にお祈りします。アメン。ゲッセマネの祈りですね、有名なところです。ゲッセマネは十字架にかかる直前に祈りたい祈りですけれども、この祈りの前に最後の晩餐をして、聖餐の一番最初ですね。そして弟子の中から裏切る者がいるということを言われて、そしてその後オリビア山に行って、そして賛美を歌った後に、みんなにあなた方は全員つまずきますよって言ったら、ペテロが決してそんなことはしないと、みんな裏切ってもらう、裏切らないと、他の人たちも私たちも裏切りませんと言ったわけですね。ご存じのように全員裏切るわけですね。なぜだったのかというと、このゲッセマネの時にイエス様は弟子たちを連れて行きます。最初はここに座っていなさいって言いました、ね。まあ、いるだけでよかったわけです。でそして祈り始められて、ペトロ、ヤコブ、ヨハネを連れて行って祈り始めたんですけども、深く恐れもたえ始められたと。いよいよ十字架を前にしたイエス様は、悲しみのあまり死ぬほどですと言ったんですね。でこう離れないで目を覚ましなさい、次は今度はいなさいから、目を覚ましてなさいになりました。最初はとにかくいろって言って、次は目を覚ましてなさいと言われました。イエス様が深く恐れもたえ悲しみのあまり死ぬほどの戦いを始められたからですね。本当に十字架を前にして、で目を覚ましていなさいと言ったんですね。ここではまだいない、この後祈りなさいと言いますけども、弟子たちはでも、そこにいたんですけど目を覚ますことができなかったわけですね。でも目の前でイエス様は、悲しみのあまり死ぬほど恐れもたえ始めて、悲しみの死ぬほどで、そして地面にひれ伏し、できることならこの時が自分から過ぎ去るようにと祈って、どういうのかと言ったら、アバ父よ、アバってのはお父さん、お父ちゃんって言うんですね。あなたにお出来にできないことはありません。どうぞこの杯を私から取り抜けてください、抜けてください。これはまあ彼のイエス様の叫びですね。まあ、そうでしょう、神が神から捨てられるんですかね。それで、しかし私の願うことではなく、あなたの心を行ってくださいと。でもあなたの心を行ってくださいということを祈られたんですね。でもこういう激しい戦いをしておられたわけですね。でまあ私たちも十字架を、本当の十字架を追う時になったら、やはり神のすごい恵みがあるから、追ってしまえば実はすごい守りと助けがあるんですけども、追う前に本当にこの自分の願いなく神の心を選んでいくという戦いはあると思ってください。でそういうのって戻ってきたわけですね。弟子のところに眠っていたわけです。でこういう激しい十字架を前にした、まあ命を懸けた戦いといっても、下手じゃない戦いをしているときに弟子は眠っていた。でペトロに言われるわけですね。シモン、眠っているのか？1時間でも目を覚ますことができなかったのか？誘惑に落ちられないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。ということは、心は燃えていたわけです。心は燃えていたけど、
眠ってしまったんですね。で、それは肉体が弱いからなんですけどね。でどういう曰くかというと、眠らせる誘惑が来た、誘惑の落ちないようにって書いてありますから、こうだから眠るってのは一つの誘惑なんでしょうね。で、この時まだペテロたちは聖霊を受けてないからなんですけども、キーワードは1時間でも目を覚ましていくことができなかったのか。1時間目を覚まして祈っていれば弟子たちは裏切らないで済んだ。でもその1時間目を覚ましているということはできないで、目の前でイエス様が戦っている時でさえ眠ってしまった。だから裏切ったんですね。ただ私たちの肉はペテロたちと一緒なのに、心は燃えていても眠ってしまうんですね。最近の徹夜祈祷会、それから黙食の授業、黙食の授業で必ず寝る方、午後の礼拝で必ず寝る方、徹夜祈祷で必ず寝る方、みんな牧師の方々ですけれども、そこで安息を取れることに決めてらっしゃる方々がいらっしゃるわけですね。で、聖霊様が望んでくださらなければ、私たちはその誘惑を受けた時、体は弱くて肉体は弱くて眠ってしまうものだということを知ってほしいんですね。で、今日は眠ってしまっちゃダメじゃないかということを言いたいんじゃなくて、それは私たちなんだということを受け取る必要があります。で、ペンテコステ前の弟子たちはそれはできなかったんですけど、本当に彼らは裏切ってしまう自分に気づいて、つまり本当に自分たちの肉は弱くて祈ってないとできないし、そういうものなんだなって気づいた時に、ペンテコステで彼らが祈った時、聖霊が来て作り変わるわけですね。よく高橋専門のことは言われますけど、彼は弱さを知ってたと思うんですが、それだけじゃなくて本当に聖霊の力を持って祈っていたと思うんです。だから殉教の時にも聖霊の特別な助けの中で守られたんだと思うんですね。で、私たちは自分たちの肉は弱くて誘惑に陥って目を覚まして、ね、祈れない、眠ってしまうものであるということを認めて、本当に聖霊様の助けを受けて、聖霊様の力をいただいて目を覚まして1時間死の前に祈り、本当に激しい戦いの時にしっかりと祈っていく必要があるということを思います。で、私自身がそれを思っておりますし、お互いに目を覚ましてしっかりと祈っていきたいと思います。だからといって徹夜で休むべき人は休み、黙食に休むべき人は休み、休んでいただいて構いませんが、しかし目を覚まして祈る時には祈っていきたいというふうに思います。天皇様、御言葉ありがとうございます。しっかりと聖霊の力によって目を覚まして祈り、いよいよリバイバルが始まっていきますが、同時に迫害と殉教も始まっていきますので、その中でしっかりとあなたに従い、神の栄光を見ていくことを導いてください。イエス様になっていたします。アメン。